長野県に土砂災害警戒情報が発表されました。発表された地域は長野県の上田市です。長野県上田市に土砂災害警戒情報が発表されました。今日の東日本は湿った空気や気温の上昇が影響し、雨雲が発生、発達しやすい状況となっています。こちらが今日17時3分に長野県上田市からいただいた動画です。雷が鳴り、雨が強く降っていますと報告をいただきました。また風も吹いているということで報告をいただいております。動画からもかなり激しく雨が降る様子が伝わってきますね。ではこの時間の長野県の状況をご覧ください。皆さんからいただいている天気の報告とレーダーの予想を重ねたものです。こちら長野県拡大して見ていきますと、やはり活発な雨雲が通過しやすい状況、中でも特に上田市付近に関しましても真っ赤なエコーや黄色のエコーが見られているといった状況ですね。また先ほどの動画で雷の報告もありました。このように長野県内雷頻発しているような状況です。この後も大雨に伴う土砂災害の発生、また落雷などの影響に十分な注意が必要となりそうです。こちら土砂災害の危険度分布をご覧いただいています。紫色、非常に危険、一部極めて危険というエリアが出てきているような状況です。身に危険を及ぼすような土砂災害がいつ起こってもおかしくないような時に出される土砂災害警戒情報発表されているという状況です。この後も大雨による土砂災害、また落雷、突風などの被害にも気をつけてお過ごしください。